わかった。ただの感情論ではないの。私は生きてきた人生に基づいてあなたたちを引き離すべきと判断しているのよ。口先だけの綺麗事で覆せるような決意ではないの。レンタロウ、レンタロウ、あんたが感動してどうすんのよ。あの母親の心を動かさなきゃでしょ。今はだって、だってハハリさんもアカリも一生懸命頑張ってきたんだろうなって思ったら、でも俺も一緒ですよ。アカリに後悔なんて絶対にしてほしくないし、この命に変えてもさせる気はありません。なんだ、急に目が見え始め、ああそうか、涙で目薬が流されて。それは13歳で恋人を亡くしたハハリにとっておおよそ16年ぶりとなる恋のときめきであった。しかしそれはかつて盲目になるほどに溺れ、それからの人生の中で深い後悔に苛まれることとなった忌むべき衝動、因縁とも呼ぶべき衝動の前にハハリは。レンタロウちゃん、私と付き合ってちょうだい。やっぱり盲目になっていた。